アイトマトキムムンジュイン長の自閉治療の可能性を立証した論文が1月4日、世界三大神経学ジャーナルフロンティアーズインニューロロッチーに発表されたという新聞報道が続きました。この臨床研究は自閉症を好転させた最初の臨床症例報告でその意味が大きい。研究結果、自閉スペクトラム障害の重症度を評価するカーズと ABC アンケート値が それぞれ治療前平均34.58点及び69.28点から6ヶ月治療後平均28.56点及び39.67点と優位に減少した。これと関連し、キムムンジュ委員長はカーズ基準で30点以上を超えると自閉性障害の診断が下され、 ABC 検査では53点を超える場合、自閉性障害を診断することを考慮すると、ほとんどの子供たちが障害診断基準から外れる効果を見せたという点に意味がある。本研究は実際に臨床現場で行われている自閉スペクトラム障害に対する反過体学治療の臨床根拠を科学的に確認したことに意義があると伝えました。 キム・ムンジュ委員長はインタビューで、自閉特性の子どもたちを、その特性から解放したい。また、今後の計画に関しては、今も漢方薬だけで自閉症が好転するという根拠を確保しており、今後、フロアタイムなしで漢方薬と食事療法、そしていくつかの栄養材療法だけで、治療した時の変化を観察する前向きな研究を進める予定だとし、 加えて20ヶ月未満の自閉児童を対象に、漢方薬と食事療法だけでも正常範囲に到達できることを観察する研究まで計画中だと明らかにしました。キム・ムンジュ委員長は続いて、小児神経精神疾患の研究者として、また治療を担当する医療関係者として、大きな責任感と使命感を感じているとし、今言っている治療と研究が、 このような特性を克服する過程の中で、一つの基礎となることを願います。